朝ドラ、らんまん、第14週、蓬莱石田、第66回、第67回、予習です。万太郎と寿恵子、いよいよ十徳長屋での新婚生活が始まる。そして、大学も新学期を迎え、波多野、藤丸は新4年生になった。万太郎は、高知で採集してきた珍しい植物の標本を徳永、大久保に見せようとするが、突然田辺が制止する。田辺は万太郎に、今後採集してきた植物は最初に自分に見せること、そしてその標本を持って家に来るよう命じる。第14週蓬莱石田、第67回、予習です。お気軽にコメントくださいね。結婚祝いをしたいという田辺の提案により、万太郎は寿恵子を連れて田辺家へと向かう。食事の後、大事な話をするからと、田辺の妻、里子と寿恵子は席を外すように言われる。別室で二人きり、ぎこちない空気になるも、寿恵子は持ち前の明るさで場を和ませ、内気な里子はそんな寿恵子に心を開き始める。一方、田辺は万太郎が持ってきた植物標本を見てある提案をする。